はい、今日はルームウェアを、いろいろ着させていただきますのでご紹介していきたいと思います。どうぞ。これは M サイズなので少し大きめです。立ってみたら、こういう感じになってます。どうぞ。ガラゴかわいいよ。夏子さんのグリーンのカラーですね。あ、いいね、いいね。伸びるやつ？めちゃくちゃ伸びる。横にも。あ、いいね。縦にも。うん。え、じゃあ、いくら太ってもいいですよ。いくら太っても着られます。素材感が。うん。うん、裏どうなってるの？あ、そういうこと。トレーナーっぽい。うん。去年も出てたよね。でもなんか毎年出てるよね。これ好き。これは普通のあのパジャマじゃなくてトレーナー、ただのトレーナー。セットじゃないんだよね。うん、セットじゃない。ダブルフェイススウェットシャツ。うんうんうん。へえ。うん。このなんかパンツの方は、ベルベットみたいな素材で、あのベルベットライクみたいな感じなの。うん。だから。うん、ほら、なんかさ、うん、こうやって、なんていう、高級感、高みする感じです。うん、うん、うん。後ろはこういう風にポッケしてて、うん、ポッケあるんだ。見して。寝起きの時にさ、うん、スマホ入れられるの。ピッて入れて、そのままいけるから、それ結構いい。いいね。パジャマでポッケないのって、私持ってるんだけど、うん、ちょっと好きじゃなくて。意外と不便よね。不便。うん。家の中でスマホ持ち歩きたいからね。うん。そういう時にもいい。ここはなんかセット締まったりはしてないです。着心地はすごいいいです。締まってない方がね、着心地いいよね。あと割と伸びる。確かに。って感じ。何色だそれは。ピンク。グレーっぽいピンクか。ピンクと言うけれど、なんかどちらかって言ったらなんかバイオレット系。うんうんうん。ぽい色。あ、いいね、やっぱりお尻がキュッと上がって見える。いいです。うん。うん、これはさっき夏子さんが着てたシリーズの一番ピンク色もあるので、ちょっとこれは濃い茶色で、うん、あのくすみカラーでとってもあの今年っぽくて可愛い。あとね、この色もある。これは結構私は好きだけど、茶色系のブラウンセッター。これは伸びるね。ストレッチ素材だから、あの本当に着心地がいい。うん。おすすめ。これ伸びるね。うん。これで、ね、今年私が注目してていいなと思っている今履いているズボン、これのやつでセットがあって、こういうパジャマがあります。なんかベロワライクという感じの洋服があります。ツルツルしてる。これはまあ少し伸びる感じ、うん、少しだけ。でも上下セットあって、この色は単品売りだから、このセットを買ってこれを合わせてもいいし、このセットを買ってこれを合わせてもいいと私アイテムになっています。もう店頭ですごい人気があるやつと、ここのサセルみたいなスーツで、これがおしゃれね。これはちょっともしかしてちょっとシワ気になるかもしれないけど、でもあのケロケロしてみて心地もいいし、なんかワンマイルウェアといって家からコンビニとかまでちょっとワンマイル行けるかなみたいな感じのポジションのです。それがね、
した上やなわけ。うん。それでさ、これパジャマなんだけどさ、これ夏子さん着てたパジャマ。着ました。これすごく可愛かった。可愛かったね。セクシーよね、意外と。あなたが着るから。なんかあなたここちょっと空いてエロさで。人妻感が。ダメ。これは、うん、これストライプね。うん。ちょっと甘めの。うん、超着心地よかった。はい、あ、それ超かわいい。これ、これは、うん、素材が、うん、もこもこしていて、うんうんうん、暖かい素材なの。フランネルっていう生地らしくて、ふわふわしていて、テディウェアが着てそうな感じ。うん、着てそう。テディウェア着てそうじゃん。うん、こういう感じ。かわいいでしょ。うん、かわいい。3色ある、これも。うん、じゃあこの辺に出すからね。はい、これもかわいい。うん、かわいいね。その色好き。ネイビーもあるんだって。うん、まあなんかこれの素材はね、メンズもあるから、うん、お揃いとは言えないけど、うん、でも素材一緒でちょっとチェックみたいな感じにしたらかわいいかなって。うんうんうん、うちのリラックス系のウェアはメンズもあるからお揃いでも着られるよ。うんうんうん、っていう感じです。ああ、いいですね。こういう風にして、あの、一着を着て二人のサイズが合えば、カップルコーデみたいにすることもできます。メンズが履いているこのズボンは、レディースのサイズで大きなサイズを履いています。はい、こちらはスリッパですね。もっといっぱい種類あるんだけど、今回私可愛いなーって思ったのは、これ。なんかこれ今まであんま見たことない形。最後に紹介しきれなかった秋冬のアイテムと、これから発売されるラウンジウェアなどをご紹介します。ルームシューズはモコモコ系のラインナップが豊富に揃っています。大注目は11月中旬に発売されるピーナッツホリデーコレクション。スヌーピー好きじゃなくても欲しくなるデザインで、争奪戦が勃発しそうだと思います。12月中旬発売はフィンレイソンコラボ。おしゃれなフリースセットはもちろん、人気のヒートテック毛布も注目です。最後まで見てくれてありがとうございました。今回はおうち時間を充実させるユニクロのラウンジウェアをご紹介しました。ピーナッツホリデーコレクションの情報解禁された時、衝撃的に可愛くてもう本当驚きました。色味もデザインも良すぎて、どれを買おうか今からかなり迷っています。それからルームシューズとか人気のヒートテック毛布もコラボ商品がとってもおしゃれなので、ぜひチェックしていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。シンディでした。バイバーイ。